よし、やっていきます。新しいミッション、気象観測所へ高精度カイラル物質測定器を配送するんですけど、なんか足場あるし階段あるし、PT も出るよと。1個ぐらい持っていこうかな。動画通ったんですよ。海のロックを解除した。絶対ビキいるじゃん、これ。じゃあ、この欲張ってきて寄り合うみたいな、ね、あの、登れるとこがそこしかなさそう。
物取ろうとしちゃうとダメだな、これ。もういなくない？トラックがダメージを受けている。抜けたくない。まあ、なんでくれ。カイラルでかくない？あれをずっと来てある。ちょっと待たい。でかいな。でかいな。やっぱり俺もそう思った。荷物を納品します。やあサム・ブリッジス、待ちかねていましたよ。これでこの施設もみんなの役に立てる。中身を確認します。ああありがたい、測定器は完璧な状態です。よかった。特殊合金
ちゃ劣化してんね。あとはカイラル通信がつながれば観測が始められます。接続してください。もう真ん中まで来てんじゃん。てか真ん中過ぎてんねもう。ただ次めっちゃ山だな。アレックスウェザーストーン。フローター。シグレシルト。セーフティーハウス。ティンキュー。ここは DS 以前の気象観測所を回収した施設です。ご存知かもしれませんが、しかしカイラル雲のせいで遥か昔に気象衛星との通信は途切れ、時雨の予報もカイラルノートの観測もろくにできませんでした。でもあなたのおかげです。観測所として機能するようになります。配送の役にも立ちます。あなたはここまで来てくれた。私たちも頑張ります。必ず。では。サム、気象観測所が機能するように復活させてくれたのね。ありがとう。カイラル通信はビーチを使う。だからカイラル通信でつながったエリアは理論上ビーチと近くなる。それはカイラルノードにも影響するの。その変化を観測するのもキューピッドの機能の一つ。カイラルノードの変化は時雨の発生にも関連しているから気象予測ができるの。カイラル通信は通信だけのシステムじゃない。あなたの手錠端末でも天気予報が見られるようにしておいた。手錠端末を開いて地図で確認してね。配送ルートを計画するとききっとあなたの助けになるはず。私もここでカイラルノードの変動をモニターしてる。私のラボはサウスノットの近くよ。そこもあと少しでつながる。配送端末で依頼を確認して。サム頑張って。ありがとうサム。一つ目のカイラル通信がつながった。その調子だ。他の依頼も頼む。ママが言った通り、君も天気予報が見られるようになったはずだ。試してみるがいい。手錠端末を確認し、今後の配送に活用してくれ。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送。これやろうか。建設装置に時雨シェルターを追加したわ。時雨の影響を受けずに休憩を取ることができるわよ。よくやったサム、うん、これで建設装置のレベルが上がった。より高度な建設物が作れるようになったぞ。新しい建設物はママが説明する。サム、新しい建設装置ではセーフハウスが建てられるわ。大型の構造物だから建設には時間がかかるし、たくさんの素材が必要だけど、完成すればプライベートルームと同等の機能を使えるようになるわ。試してみて。もうありそうだな。でもThank you.
牽引式の荷物運搬用カートよ。カイラル結晶で浮力を得ているから多少の凹凸があってもスムーズに移動できる。おほう。荷物を乗せて引っ張れば最小限の力で運ぶことができるはず。それから2台を連結させて同時に牽引することもできる。ただしフローターを使っている間はカイラル結晶を消費してしまうの。なるほど。カイラル結晶の残量には注意してね。持ってないんですよね全然。無理だね。依頼が受注されました。サム、セーフハウス建設に必要な素材が手錠端末の地図で天気予報が見られるようになった。配送ルートの参考にするんだ。はい、どうも。天気予報。足りてないな。支給した素材は全部持っていってくれ。どこまで行けんのこれ。これで終わり。まだ行ける。すごいすごい。ふい、素晴らしくね。セーフハウス建設予定地へ向かってくれ。場所は地図とコンパスを使って確認できる。建設予定地が近づいたら私が指示する。武器のロックを解除します。待って、そこでかい。でもなんか積極的にとったらカイラル物質がカイラル結晶がもう、まあ、使っちゃったんだよね。結構でかいな。なるほどね。
よし。よし。よし、指定範囲に着いたな。セーフハウスの建設を始めよう。サム、聞こえる？建設装置を装備してセーフハウスを選んでくれる？セーフハウス、セーフハウス、はい。素材を収める必要があるわ。あるわ。いっぱい拾わせてくれただけあるわ。サム、よくやった。建設したセーフハウスは皆で共有する施設となる。君の後に続く誰か配達人たちにとって重要な中継拠点となるだろう。これで気象観測所へ他の配達人が物を届けると今までよりも楽になるはずだ。よかったら君も休んで使い心地を試してみてくれ。する第六感があるが、彼らと人類とが違うのは、我々はそれを言語化し、計画を立て、行動を選択する点だ。それは人間に特徴的な能力の一つと言っていい。明日を想像しながら今日を生きる。未来のためなら今を犠牲にすることもある。その能力が人間の文明や社会を発展させてきたんだ。しかし今の人類は明日を見ようとしていない。今を生きることに精一杯で未来のことを想像できない人間は動物と変わらないだろう。あれではない、あっちに。
肌の山肌。お、曲がかかったかと思ったら BB が鳴ってます。曲かかんないね。BB 消えた。曲流れるんじゃないの、ここで。一切流れてないですけど、大丈夫ですか。おしっこ禁止になってますけど、マック。頑張ってください。よし、これいった。行くのは優先だな。てかこれさ、ウォーターって片付けられそうな、片付けられそうな形状してるけど、フローターの効果音で消えてんじゃない。こっちも国道通せんのかな。エンジニアじゃん。じゃあこっちで車をね、手に入れることもできそうですね。え、あそこにメモリチップがある。よし、あれ？そこにもある。先人の知恵、すげえな。え、あれ、あの
の車は味方かい？ダメじゃん、敵じゃん。はあ、これどうすんだ。行きたいのこっちなんだよな。ぐるっと右曲がるのも難しそうだしな。突っ切るか。車ゲットしよう、これで。追っかけても可愛いな。
よっしゃ。このかい。走ってたよね。いける？あれ？間違えた。
くぞ。よし。画面。スキャンを開始します。ブリッジズ ID を確認します。フラジャイルエクスプレスの ID を確認しました。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。依頼された荷物を確認。お疲れ様です。ありがとう。ブリッジズには助けてもらってばかりです。アメリさんが私たちに教えてくれたの。この研究が農作物に役立つんじゃないかって。カイラル通信がつながるのを待っていました。さて、運んでくれた荷物を見ないとな。完璧な状態ね。どうやって運んできたの？ありがとう。ところで、あなたはフラジャイルの知り合いなのか？もしも彼女に会うことがあれば伝えてほしい。頼む。助けてくれてありがとうと。もしもサウスノットシティで爆発が起きていたら、ここも巻き込まれていた。英雄だ。彼女こそが英雄だ。あとはカイラル通信だ。繋いでくれるかな？
が英雄っていう人もいるよ。めっちゃ来てるじゃん。センサー、サム、ミュールに荷物センサーを使われて見つかってしまうことがあるでしょ。あるね。そんな時のための対抗策としてあなたの荷物センサーの機能を強化してみたの。ミュールに荷物センサーを撃たれた時、タイミングよく荷物センサーを打ち返すことで相手のセンサーのパルスを相殺できるの。ほう。ミュールはあなたにも荷物の存在にも気づかない。タイミングが重要よ。試してみて。むずそう。波バーって来るときに使うとかね。え、目の前に BT のマークあるけど、ボス戦あるってことだよね。おお、ありがとう。おかげで本格的な特急農業が始められる。これはきっと世界初になるだろう。実は今も実験的に栽培をしている。しかし時雨の予測ができず思うようにはいかないんだ。しぶれって言うんじゃダメだね。この辺は時雨の降り方が一定していて種まきと収穫のタイミングを予測できた。ところがここのところテロが多発して死人が急増した。それがカイラル濃度に影響したのか。天候が不順でうまくいかなかった。カイラル通信がつながってくれさえすればもう安心だ。そして私たちはこの時雨農場をベースに時雨を利用した大地の緑化計画を始めるつもりだ。時雨に強い植物を研究する。この環境に適応するような生態系のこともな。なるほどね。そうすれば時雨の性質を知ることにつながるはずなんだ。研究を続けていつかやってみせるよ。ありがとうサム、あなたは希望を運んでくれた。収穫が楽しみだよ。いいぞサム、そのエリアはあと半分だ。引き続き頼む。あ、ちょっと見てみろサム。その時雨農家がつながったことでまた新しい依頼も入っているようだぞ。帰り道も有効に使うといいだろう。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。まあ、帰り道もあるんだけど、あのミュールの拠点もね全部あさって帰りたいし、一旦これでしまうかな。